アイトラングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村で B 線方編行政共同体を構成する、自治体の一つである。エルプコアイトラングは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には19の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。町域内に、エルプコがある。 この集落はフランク王将、ピッピンの文書に早くも記録されている。この集落は帝国直轄の西万具修道院が管轄する帝国直轄地であった。1227年以降は修道院が下級裁判権を有した。この帝国直轄地は何度も借金の抵当にされ、最終的には1524年に憲布店、修道院公領となった。この町の権利は セーマング修道院とケンプテン修道院校領が分け合っていた。この町は1803年の帝国代表者会議主要決議により、エッティング・エンバラーシュタイン校領に属した。さらにライン同盟により1806年にはバイエルン領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村例によって、現在の自治体が成立した。 1978年の市長存在編により、それまで独立した自治体であったフッテンバングがアイトラングに合併した。1982年には、それまでアップフェルトラングに属した小集落ベングリンゲンが住民投票によりアイトラングに合併した。アイトラングの住民の多くがカトリック信者である。しかし、プロテスタントを信仰する者も,も少し入る。 アイトラング集落の唯一の教会は、アウクスブルク市教区の守護聖人であるセイウルディーヒに捧げられた教会で、フッテンバングもその管轄下にある。ベングリンゲンにはこの他に、ロジーナ礼拝堂がある。ゲルバングスには、セイアルバン巡礼教会がある。農業信用金庫の切妻の壁に描かれた、壁絵町長は2002年から、ユルゲンシュバイカルトが務めている。彼は2002年に、 ハンス・ビショフの後任として町長に就任した。図柄、左右に分割。向かって、左はさらに、赤字と青字に、上下に分割されている。向かって、右は銀字に赤い修道院町図へ、その両側に向かい合った弓なりに沿った、青い四角形。これは1971年2月9日に起こった、事故である。スイス連邦鉄道のディーゼル列車ラムによるミュン編発。 チュー中立域の T56、バーバリアは、アイトラング駅近くの時速80キロメートル制限の右カーブを時速130キロメートルで走行しようとした。この列車は脱線し、対向路線を破壊し、数量の車両が軌道から転落した。この事故の直後、対向路線を軌道バスが事故現場を通過する予定であった。この事故により、28名が死亡し、42名が、 負傷した。凍った水がエアブレーキの制御電動を遮断したため、機関士は列車の制動を動力車の電子ブレーキだけで行わねばならなくなり、起こった事故であると考えられている。ありがとうございます。